どうもリゾです。デイドリームビリーバー、サブ解説ですね、やっていきたいと思います。これは僕久々なんですけど、多分レギュラーチューニングでのカポなしで原曲キーだったと思います。で8ビートシャッフル、譜面の8分布のところはしっかりリズム跳ねますね。こうではなく、このパッカ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 とこうね、リズムが跳ねていくということで、あとはね、これはねすごい簡単なギャロッピングなんで、ギャロッピング練習にもすごくいいですね。で、あとで出てくるんですけど、その譜面のカッコで書かれた数字は右手のこの親指で弾きますね。そうするとこのベース音と4弦がこう交互に来る形になると思うんで、うん、ちょっとゆっくりめなギャロッピングということなんでね、とりあえずイントロからいきますと、僕はもうこれ簡単ですよ。こう移動するだけなんで、同じ指で。いきますね。で G に入っていくと、でここからギャロッピングです。こう右手の親指だけいくとこういってるだけですね。3フレット、このカッコの0がこの右手の親指で弾くようにと、なんかこんな感じでいきますね。うん、こんな感じです。次の B マイナーは、僕はこんな感じですね。A マイナーからこういう感じでやってる感じですね。小指と薬指に中指ですね。C。こうベースが動くんで気をつけて。で G ですね。で E マイナー。これとかもうここだけでいいです。押さえるの。で A。からこれスライドで適当なところから4フレット持っていって、こうですね。 D でベース音、ここのベース音は僕左手親指で押さえてます。でさっきで一緒かな。ここはこう話だったら楽ですね。 D のところですね。ってなります。ここは指使い、小指使いますね。ここはこんな感じでいってますね。こうです。はい。でここまでで実はね、1弦をあんまり使ってないですよ。たまに出てくるだけで。なので僕はここまでは薬指を1弦につけっぱなしで弾いてますね。こうです。で使うのはもう人差し指と中指とこの親指がメインになってくるんで、1弦つけっぱなしです。この時だけですね。こういうとこでつけっぱなしで1弦使う時でこうポンと弾いて終わったらまた元に戻ります。薬指がそうするとここがすごく安定していいですね。フォームも良くなるんで、これつけないとこう手首が動いちゃったりとかするんですけど、薬指つけっぱなしでいけばあんまりこうフォームがブレずにいけるということですね。でここまでは音数少なくてすごくいいんですけど、 B セクションからちょっと音数が増えて、コードはね C ですね。 C 押さえたままこうですね。で D7、 B マイナー7、僕の指使いはこんな感じですね。人差し指使ってないですね。こうやってベースが動くんで気をつけて、うん、で次も C です。でこういう1弦また使ってない時、また僕ここつけてますね。薬指また1弦つけて、こんな感じです。 C、 こんな感じになりますね。で G、どっちかというともう右手が難しいだと思います。で C、こんな感じですね。もう基本的に、ね、ギャロッピングの時って左手はコードに沿った押さえ方が多いんで、そこを意識してみてください。C、こうですね。で G、こうか。でこれに手があると思うんで、次の D サス4に向かう時にこの辺から適当にこうスライドで持っていくと。
スライドで持っていって D サス4こうですね。うん、でまたこうイントロに戻るというか、あのイントロと同じところに入りますね。でもあとは一緒ですよ、 C セクション。一緒ですね。これ2周繰り返してもう終わりなんで。うん。であとアウトロやってポローンでもう終わりという。結構ね、ギャロッピング練習にはすごくいいと思います。でさっき言ったようにもう一弦使わないときはなるべくこう薬指につけたまま弾くんですけど、多分ね慣れないとこのつけっぱなしで弾くっていうのは難しいと思うんですけど、これ慣れといた方がいいです。すごく使えるテクニックなんで、薬指を一弦つけたままこう弾いていくという感じで、ぜひやってみてください。慣れてきたらあのね親指がね割と勝手に動いてくれるようになるんで。最初はね、意識的にしっかりこう狙った弦を弾くようにしてみてください。ということで、どうもリゾーでした。